ようですので、次は伊達武将隊の登場です。ごゆっくりお楽しみください。皆さんこんにちは。ありがとうございます。大きな拍手でお迎えいただきました。ありがとうございます。あ、参道テラスの皆さん、お客様たちもどうもありがとうございます。見えますでしょうか。あ、手を振っていただきましてありがとうございます。私は奥州仙台おもてなし集団伊達武将隊の旅の案内人、松尾芭蕉でございます。よろしくお願いいたします。 ありがとうございます。いやー、素晴らしいですね。去年そちらの参道テラス、新しい建物ができまして、そしてこちらの能舞台はなんと本日こけら落としということで我々参加させていただいております。皆さん、私もですね、もう毎年初詣にはこの金蛇水神社様にお参りすると、そしてゴールデンウィーク過ぎにはあちらの見事な鳥居の下の九龍の富士と、そして牡丹園を鑑賞しにお伺いするってことを決めておりまして、ただね、コロナ禍で去年今年来なかったんですよ。今日来てびっくりしました。こんなにも素晴らしい舞台と、そしてくつろげる空間が出てき、ね、できてるなんて、これはますます金蛇水神社様発展されるかと思いますね。皆さん、ところでもうお参りはお済ましになられました？お参りしてきたという方、ちょっと手を挙げて教えてください。あー、皆さん、あれ、まだお参りしてない方もいますね。お参りした後、蛇石、蛇の門が浮いた蛇紋石、それにお財布ちゃんとスリスリしましたか？あー、しました。やっぱりね、皆さんいらっしゃる方よくご存知です。この金蛇水神社、もともと一条天皇の勅命を受けまして、三条小梶宗近という刀鍛冶の人がですね、諸国漫遊してるうちにこの場所で非常にいい水が出るということでたどり着いたそうですね。そして夜に刀を打とうとしたらカエルがゲーコ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 、うるさくて集中できないと。そして宗近はなんと玉鋼を使って2つの蛇の御神体を作った。その御神体を見せたところ、カエルの鳴き声ピタッと止んで見事な刀が打ち上がったということで、非常にね、最近ですと刀剣乱舞というアニメ好きな方もこのお参りにいらっしゃるそうですよね。今日はこの見事な金蛇水神社の舞台のお披露目に、我ら伊達武将隊の伊達政宗公と家臣の皆様が駆けつけてまいりました。ぜひぜひ皆様、そのお席、その場所で結構でございます。大きな拍手でお迎えいただければと思います。それではご準備整いました。奥州仙台おもてなし集団伊達武将隊、伊達政宗公のご登場でございます。Thank you.
金蛇水神なり集いし、お客人皆々、こたびの花祭り楽しんでござるか。その行きやよし、伊達の歴史と仙台宮城観光の魅力を伝えるべくよみがえりし、我ら伊達武将隊もこの神楽舞台完成を祝い、我ら伊達者の武芸を奉納すべく参陣つかまつった。これよりはもてなしの宴で存分に楽しまれるがよい。ただ本日は日差しが強い、皆しっかりと水分を取ることじゃ。よいな。さすればまずは我が自慢の家臣たちの紹介じゃ。皆の者、盛大に名乗りを上げよ。はあ、愛宕の戦神の加護を受け、政宗様と共に幾多の戦場を戦い抜いて参った。この御果てるその時まで政宗様をお守りいたさん。我こそ白石城初代城主伊達三傑地の武将と呼ばれし片倉小十郎景綱である。はあ、シニョーレシニョーレボンジョールノ。皆さん、ボンジョールノの意味わかりますか？イタリア語でこんにちはでございます。ボンジョールノ。グラッツェ。400年前政宗様の命を受け、サンファンバウティスタ号に乗り太平洋を横断、メキシコスペインを経てイタリアはローマの都へたどり着いた。拙者が届けるは伊達政宗様の大いなる夢。慶長剣王施設を率いし、我が名は長谷倉六右衛門常長にござる。松島の月心にかかりてたどり着いたは伊達政宗公の築きし森の都仙台。あやめ草足に結ばんわらじの尾、道の句の旬と魅力を伝える松尾芭蕉でございます。海越え、山越え、森を越え、七つの声色響かせる伊達の隠密集団黒羽木組熊市響きにござります。我らが支えるは主君の夢、我らが支えるは主君の心です。民安国体、民は安らかに暮らせる太平の国を築き、我らが主君六眼竜伊達政宗様。かなる世の長寿、心ざすは民安らかなる永遠の都づくりなればこそ、戦国の世に生まれいで乱世を生き抜き、民と共に森の都の礎を築いた。皆よいか、戦国も現世も同じ。
今を生きよ。命を明日へとつなぐのじゃ。さすれば伊達の魂は不滅、必ずや未来への重宝とならん。苦難あら力を合わせよ。迷いし時は心の目で天を見よ。曇りなき月が我らの行く先を照らさん。これまでもこれより先も我ら森の都と共にある。我こそは仙台藩初代藩主伊達政宗なり。我らが住まう伊達の地には古より祝いの席で栄じられてきた三差しぐれというめでたき音楽がござれば、こたび神楽舞台の完成を祝し、三差しぐれに乗せて祝いともてなしの舞を一舞お届けいたそう。伊達武将隊三差しぐれ、とくとご覧あれ。初めて目の当たりにするという客人はこの中におるか。初めて、お、初めてご覧になる客人。おいのお、ありがとうございます。ちなみに宮城県外から来たという方おられまするか。県外からの、おお、ございますの。ようこそ、ようこそ。
そう。政宗様、うん、一番最前列で見ていただいてるあちらのお子、政宗様のイラストを描いていただいたようで、ずっとこうこちらに掲げていただいてありました。ありがとうございます。おー、よく描けとるの。見事なものじゃの。後でゆっくり見せての。絵師として伊達家に仕えるがよい。認められましたな。さて、我ら伊達武将隊は日々仙台城拠点に観光のもてなしをしているわけですが、今日は一人皆に紹介したの。あ、手を振って走ってきて、はい、真田幸村だと思うと欠かさないです。皆に紹介したいものがある。お、今年の4月30日にこの現世によみがえったばかりの黒市響き。お、これまで仙台城でもてなしをしておったものの、こういった催しに出陣してくるのは今日が初めてじゃ。うん、めでたく初陣を迎えたということで、ぜひ皆々温かく見守ってやってくれ。ああ、響お主はここに来るのが初めてらしいな。棚蛇水神社を訪れるのが。はい、恥ずかしながらこの政宗も棚蛇水神社今日初めて参った。だからお主らは一言があるんじゃろ。わしと響は右も左も何もわからんから。この神社のこと教えてくれ。かしこまりました。はい、では影綱様、あ、まあ、見どころ、この金井水神社の見どころ紹介いたしましょうぞ。はい、我ら伊達武将隊バスターで何度も金井水神社お参りに来ております。まず参拝されたら、松尾殿がですね、我らの演舞が始まる前におっしゃっておりました、蛇石にお財布などをこすりつけてくださいという。まあ、これも大事でございますが、新たに今回ですね、こちらの中でお茶を楽しめる、美味しいスイーツも楽しめるということで、こたびですね、素晴らしいものが作られたのです。その名も白蛇クリームソーダでございます。おお、蛇が入ってる。蛇は入っておりません。しかし政宗様、蛇を模したクリームが、ソフトクリームが乗ったクリームソーダが名物として今ツイッターなどで話題となっております。なんと、これはぜひとも皆様食して SNS 映え間違いなしでございますので、この後喫茶で買っていただくと良いかと存じまする。このような暑い日にはぴったりじゃろう。もう私食べました。あ、もうお主食べたのか。はい、白蛇パンをいただきました。はい、チョコが入ってました。うん、いびきはなんかあのアイス食べてましたね。白蛇のソフトクリームをいただきました。とてもほんのり甘くて、中に白玉団子が入っておりました。はい、とても美味しかったでございます。美味しかったですね。何か話そうと思ったんですけど、今忘れたんですけど。え、ね、この金蛇水神社で、うん、まあ、お参りして美味しいものをいただいて、それで帰りにはやっぱり何かこう記念になるものをお求めいただきたいですよね。うん、境内に行きますと、お札の、売ってるとこあります。社務所ございまして、そこで、まあ、たくさん金蛇水神社っていうのは商売ですとかお金にまつわる神社ですから、うん、金運が上がるお守りがあるんです。うんうん、その中で私がね、一番気になってる最新のものは、先ほども言いました、お金がたまってたまってしょうがない蛇石、境内にもうお堂の社務所の中外合わせるともう100個ぐらいある蛇石、それがねミニチュアになって、お家でもこうお金儲けってスリスリできるようにこう楽しめるっていう、そういうミニチュア蛇石のお土産、あちらでも売ってました。はい、それが私はぜひおすすめです。私も10年金蛇水神社に通いまして、スリスリやったらだんだんと小金がたまってもうしょうがないっていう状態になりましたんで、皆様にもおすすめしましょう。自分のことですからね。さすがでございます。松尾様、あとはですね、はい、富士の花、富士、うん、今見頃を迎えておりますし、はい、ボタン園でもボタンが今咲き誇っておりますので、はい、お花、今日は花祭りでございます。そうですね、素晴らしい日和のもと、お花も楽しんでいただきたいと思います。ぜひですね、ハッシュタグキャンペーンをやっておりましてですね、うん、ハッシュタグで、金蛇水神社花祭り、それからハッシュタグ金蛇花祭りと2つハッシュタグをつけてですね、ツイッターかインスタグラムで発信していただくと、その写真がですね、まあ、来年の花祭りのポスターに使われるかもしれないというですね、そういうハッシュタグキャンペーンもやっておりますので、ぜひ参加してみてください。それでみんな立派なからくりを持ってるんだよ。ありがとうございます。わしらも後でこの辺で写真を撮りたそう。そうすれば
仙台宮城観光の魅力を詰め込んだ歌と踊りの演舞を披露いたそう。仙台宮城に御在音頭、歌の最後には両手を挙げて皆で手招きじゃ、御在音御在音とな。さあ仙台宮城に御在音頭、音曲始め。おー、さあまずは手拍子の前の本日子供の日だ。小さな子供たちもそのまで一緒に踊ってまいろうぞ。御在音御在音3回踊りますね。共に参りますと一番じゃ。なんか最後までよう見てくれた。もうこれが終わったら休憩じゃから、みんなでソフトクリーム食べてもらえ食べたいですわ。わしら伊達武将隊は仙台城でもてなしをいたしており、相手となったらいつでも我が城を訪ねてまいるがよいぞ。まずは今日この祭りを存分に楽しもうではないか。演目の最後は勝ち抜きじゃ。右手を掲げ、えいえいおうと三度声を上げる。皆々は声は上げられずとも、その拳と魂で我が声に応えよ。みな右手を上げよう。おお、花蛇水神社ますますの繁栄と、こたびの花祭り大成功を記念とし、勝ち抜きじゃ。いざ、えいえいおお、えいえいおお、えいえいおお。まことに大儀であった。それでは南だよ、また会おうぞ。ありがとうございます。